石井構造は東京府出身の俳優、タレント、芸能プロモーターである。自分の名前を冠した芸能事務所石井構造オフィスの社長、会長を務め、テレビ出演等では石井社長として親しまれた。生まれは東京であるが、主に大阪で育ち、大阪産業大学附属高等学校を卒業。1939年に子役として 上京都撮影所に入所している。その後は宝塚新芸座に在籍していたが、1963年にタレントを引退し、松竹芸能社員として裏方に転身。宮古町長、なんとユージラのマネージャーを務めており、1977年に松竹芸能から独立、石井構造オフィスを設立し、コント赤信号、ピンクの電話、チャイルズなどを育てた。 コメディアン、俳優としても活躍していたレオナルドグマと共に、劇団七曜日を立ち上げ、若手お笑い契約者の登竜門的存在になった。主な劇団員に、デンジャラス、近藤義正、磯野キリ子などがいる。芸能マネージャーの中においても、タレントの売り込みのための推しの強さ、挨拶のやかましさなど、彼の強烈な個性は、業界内でもインパクトが強かったため、 うちはネタとして所属タレントのラサール石井に俺たちう金属などでモノマネされ一般視聴者にもよく知られるようになる。放送局のしだし弁当が大好物でう金属では石井に各局の弁当を当てさせるクイズを行ったことがある。2012年頃に肝内胆管癌と診断されて在宅医療を受けて闘病を続けていたが2015年1月6日 世田谷区内の自宅にて83歳で死去した石井光造オフィス。ありがとうございます。